これ難しいんですよ、撮影が。撮影が難しいんですよ、これ。さっきの失敗したからもう一回喋ります。まさかね、まさかっていつかは行くと思ったけど、新地のね、梅田って新地ってあるんですよ、南と新地。新地のキャバクラフィリピン行くことになりました。ほんで、普通のサラリーマン行けませんわ、新地は。まあそういうことで、皆さん、だいたい新地ってことも知らない。年金報告費5万5千円の平均がこのおじいさん60以上のね。ですから、そんなもんいけるわけありません。ほんで、どっちみち俺はフィリピンパンを経営するからね。それとね、家賃ね、ナンバーでね、添右衛門町で、夏坊か。20坪ぐらいで70万だそうですわ。ほんで、シャンペンタワーでわし儲けるからね。もうなんとなくその時は来たかな。だからね、結構金かかってんですわ。まずね、米国現象の Wi-Fi 前撮ってたんだ、5年前。7年前ぐらい。そしたらね、2ヶ月ぐらいしか持たないですわ。それでこういう流れで、それでちょっと、ようになったからね、なんぼや、2万ぐらい友達に借りて、酔っ払いつけて、ちょっと飲み屋行ったんですわ。フィリピンパブ偶然に発見してね、そういうもんちゅうで、それを2人ともタクシー借りてね、だから、梅田調べてありました。だから梅田の新人行きますわ。ナンバーはナンバーで置いとってね、これだいぶ潰れてますわ。だから、10年かかってます。インターネット経歴。まあ、そういうことでね、ちょっと足冷えるけど、歩いたらなるわ。まあ、新人のクラブ。俺やっぱモテるな。昨日ね、ナンバー行ってね、一人カイコちゃんおったんですわ。で、フィリピンに旅行行こうか言ったら、OK言ってね、パスポート取ってこいって。昔ね、俺、トラック乗った時に、なんぼや、お姉ちゃんが旅行行こうやって言ったけど、金ないからね。ほんと言ったらあったな。行く気なかったんやな。で、今度事情があって、いろいろカードとか、ね。その子は英語喋ったんですよ。ここ残りで行きます。ほんで、シャンペンタワーやってお金儲けします。あれ1億稼げるんですよ。打ち上げはね、以上。